こんにちは、フォトアーティスト広瀬です。皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍の中、いろいろな行動が規制されてますよね。でこういった状況の中でどうしてもそのモチベーションが落ちてきます。どうしてもやる気が起きないとか、どうしても写真に対する意欲が湧かないということもたくさんあると思うんですが、こういう時期にこそですね、もう一度写真の表現ということについて考えてみてはいかがでしょうか。現在写真業界というのはですね、デジタルが主流になっております。そのデジタルが主流になっている中で、どういうふうな変化が起きているのかということについて少しお話をしてみたいと思います。一番大きな要素としてはコンポジットというキーワードがあります。でコンポジットというのは何かというと、合成とかですね、それとか多重とか、その1枚の写真をただストレートに撮るのではなくて、別の要素を組み合わせて表現をしていくというようなことになります。で言葉だけで聞くと、コンポジットという言葉そのものも難しく感じます。ではそのコンポジットを使って何をしていくのかということなんですが、その自分の思っている表現というものをより高めるための方法として考えていただければいいと思います。そういう意味でですね、もう少しこうしたい、もう少しああしたいというようなことをですね、写真として表現の中で実現させていくということが、コンポジットの目的になるわけですね。ですので技術ありきではなくて、まずは何を撮りたいのか、どうしたいのかということが分かっていただくことによって、この手法というのが役立ってくると思います。それでは実際のですね、処理内容についてご覧いただきたいと思います。スナップ写真の場合、タイミングが重要ですよね。そのタイミングをどのようにして合わせるかということで撮影をしていくとですね、なかなか全てのタイミングを統一して思ったような理想的な形にすることはできないことが多いです。そこで今回のコンポジットを使った方法でご説明したいと思います。まずこちらの作品が1つの写真、そして他にもですね、こう背伸びをしている女性が写っている写真がいいですね。このぐらいの感じがいいと思います。ですのでこの2枚をですね、合わせてみたいと思います。手持ちで撮影をしてますので、若干このように位置がずれております。他のツールの編集で Photoshop レイヤーとして開きます。このように2枚の作品がアップされましたら、ここをですね2枚選びます。そしてこちらの編集からですね、自動整列というのがあります。自動整列を行います。多少ずれているのでこのように出てきますが、自動整列を使うとこのように表現されます。一旦ここからですね、不透明度で合わせてみましょう。こう不透明度で合わせていくと見えてきます。このようにですね、それちょっとずれてますね。ここの部分をこれから合わせていきます。移動ツールを使って合わせるんですね。そうするとこのアップダウンキーを使うと使いやすいですね。この部分大丈夫でしょう。でこちらが今薄くなってる方なので、こちらの不要な部分、この女性は、男性とですね、この女性を出してみました。こんな感じにするといいですね。そうするとちょっとこう余白の部分が出てきますので、この辺りを少し調整をします。はい、こうするとですね、シャッタータイミングというものをコントロールすることができるわけですね。それではもう一つのパターンで、画像拡張を見ていただきたいと思います。例えばこのような作品、ひまわりの作品なんですが、この作品のですね、空の部分をもうちょっと拡張したいという時がありますね。そういった場合にですね、この Photoshop の方で処理をいたします。まずはこちらでですね、Lightroom で色調の調整をしてみましょう。明るさを調整してですね、今段階フィルターで入れた後にですね、ゴミの修正をしております。そしてこれを Photoshop で開いて、Photoshop でこのようにトリム、切り取りツールですね。で、このようにトリムをすると拡張されるわけです。コンテンツに応じるにチェックを入れて切り取るとこのようになるわけです。一つ重要になるところで、この部分、これは問題ないですよね。この部分が同じ繰り返しになってしまってますね。こういったところを修正しなければならなくなるわけですね。ですので、ただ拡張するだけではなくて、その後処理ということも考えていく必要があるわけです。で、レイヤーをこういう場合は複製してですね、でナビゲーターを使って処理する部分を選びます。こういうところですね。この同じように繰り返してしまっているので、この部分を調整してまいります。そうすると全体の印象はかなりクリアに表現ができるわけです。こういったスキルを上げることによってですね、実際に撮影したところからもっと広がりを表現したいというような時には活用できるわけです。こういったこともレイヤーということを使うことによって可能になる。そしてコピーペーストとかですね、ただ単純に切り抜くだけではなくて、こういった手法を加えることによって写真のイメージをより明確に表現することができるようになります。これは今通常の描画モードなんですが、この画像をですね複製をします。もう一度複製をした後にですね、ここから通常からオーバーレイ、ソフトライトによってコントラストをより強調することもできます。で、この時にソフトライトで強調しすぎたなと思ってもですね、この部分のどこを強調したいかによります。例えばここの部分はもっと強調してソフトライトにしたいということであれば、このようにしてですね、他の部分は元に戻すのであれば、この時にもレイヤーというのを使うことができます。こういうふうにですね、グラデーションツールを使ってグラデーションを入れていくとですね、この部分のインパクトを強めてですね、こう強めてますよね。強めて、ここの部分はそのままで残すことも可能になります。描画モードとレイヤーを使うことによってですね、今回のような表現もできます。ですので、ぜひともですね、このレベルをマスターしていただきたい。そうすることによって、さらなる表現方法が可能になるということが言えます。ただいまご覧いただいた仕上げに関してはですね、新しいプログラムでご紹介をさせていただいております。メルマガ登録をしていただくことによってご案内をさせていただきます。ぜひともですね、この機会にご登録をお願いしたいと思います。解説内容を見るだけでも参考になる部分がありますので、ぜひともですね、メルマガ登録をお願いしたいと思います。それではまた YouTube でお会いしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。